実にいい香り。やっぱりティータイムはお紅茶に限りますにゃん。あ、どうも、こんにちは、こんばんは、はたまたおはようございます。ようこそ森の音楽会へ。本日は皆様もお飲み物など用意してくつろぎお楽しみくださいませにゃん。さて、こちらの我が輩は猫であるはかの有名な夏目先生が、名前はまだにゃいと猫の目線で風刺的かつ戯曲的に描いた、我々猫界ではバイブル的書物ではありますが、皆様ほんのちょっとお耳を拝借。これからご披露いたします演目は、私ととあるご主人様の大スペクタクルファンタジーな物語でございます。破天荒な作曲男の楽曲たちを、テーブル香る楽しい5人のファゴット奏者の演奏と、多少の毒気は物語のスパイス、そこんところは吉田にご愛嬌の私の語りで、最後までごゆるりとお楽しみくださいませにゃ。ちなみに私、名前はまだにゃい。さて、私はそもそもとある村の、それは大層貧乏な粉引きの男とその三人の息子たちの暮らす家で飼われておりましたが、ある日突然粉引きの男がこの世を去ってしまったのです。アーメン。残された息子たちのうち、長男次男には粉引き小屋とロバを、三男には猫が与えられました。それから幾日かした頃、三男と私は家を追い出されてしまいました。にゃーん。あの日は窓際で寝ていたんです。そしたらいきなり首根っこをつかまれて、こんちくしょう。しかし行くあてもなく、猫一匹いたところで、三男は負のオーラを漂わせて、こりゃいかん、なんとかせねばならんと、私はご主人様に、にゃんにゃんにゃん、たった今からあなた様が私のご主人様でございます。にゃふふ、そんなにご心配なされまするにゃ。むしろこの私をもらったことの方が幸運の始まりです。さあ、思い立ったが吉日、幸運やのごとし、早速私に長靴と袋をご用意くださいませ。なぜ長靴かって、それは足が肝心ですからね。
てなわけで、我が輩は長靴を履いた猫である。名前は、まだにゃい。私は早速野原へ行き、木陰でふて寝をしているウサギをさっと捕まえ、袋へ押し込み、王様のもとへ。これは私の主人カラバ公爵からの贈り物でございます。どうぞお納めくださいませにゃ。私はそれから何度も王様のもとへ贈り物を持っていきました。にゃご主人様と日向ばっかしていると、うにゃ、王様を乗せた馬車がやってくるではありませんか。こりゃ好都合、早速ご主人様の服を脱がせ水浴びをさせました。私は馬車めがけ大変だ、カラバ公爵が溺れてしまった、助けてくだにゃいと叫ぶと、ありがたいや、ご主人様を助けてくださいました。ご主人様の服がにゃい。実は私が捨てました。すると王様がご主人様に真新しい衣装と宝石をくださいました。まあ、そのお姿とはまさに公爵様。あ、そして王様はご主人様を馬車へ誘い、お姫様と三人で散歩へ。
私はその足で先回り。やはり贈り物は大事ですにゃ。こりゃーこりゃー、おーい百姓ども、ちょっと聞くのにゃ。もうすぐ王様を乗せた馬車がここを通る。この土地は誰のものかと聞かれたら、カラバ公爵様と答えるのにゃ。それとお前さんたちの恐れている魔法をこの我が輩がとっちめてやるのにゃ。うい、ほらよ。いや、しかし気立てのいい猫だな。にゃんきゅー。それから百姓どもは言う通りに答え、王様たちは大変驚かれたそうです。猫に二言にゃしてなわけで、猫鼻脱いで一花咲かせましょう。我が輩は長靴を履いた猫である。名前はまだにゃい。震えながら魔王の住む城へ。なんともふてぶてしい面の魔王が、魔王が玉座に腰掛けていました。魔法様、お初にお目にかかります。さすが威厳のあるお顔立ち。実は魔王様の素晴らしい魔法を拝見したく参りました。お見せ願えませんでしょうか。すると魔王は、それは大きな獅子に化け、盛大に吠えました。どひゃー、さすが。では小さなネズミに化けられますよね。魔王はむっとしながらも、すっと小さなネズミに化けました。いただき。私はネズミに化けた魔王をペロッと平らげたちょうどその頃、
タイミング急ぎで迎え、カラバ公爵の城へようこそ。王様もお姫様も驚かれておりました。私はご主人様の耳元へ言い遅れましたが、あなた様がこの城の主、カラバ公爵です。さあ胸を張って、ほんの少し猫背だったご主人様の背中が次第にピーンと背筋の通ったお姿へ、その様は今でも忘れられません。それからご主人様は姫様とご結婚され、今では立派な国王となられました。あの頃の薄汚くお暗い顔がお懐かしゅうほど。私はと言いますと、貴族になりましたが、煩わしい肩書きは捨て、今では自由気ままに暮らしております。これこそ、ああバラ色のニャンセなんてったって、我が輩は長靴を履いた猫である。名前はせーの、まだにゃい。Thank you.